今年 J1 リーグに復帰するアルビレックス新潟の激励会が新潟市内で開かれました。アルビレックス新潟後援会が開いた恒例の激励会では、今季所属するトップチームの選手が背番号順に呼び込まれ、集まった1400人余りのサポーターから拍手が上がりました。こんにちは。トークショーでは選手たちがそれぞれに J1 での活躍を誓いました。また今シーズンのユニフォームもサポーターにお披露目されました。頼りないというか。チームはあさって17日から高知県春野でのキャンプをスタート。およそ1ヶ月後に予定されている開幕戦はアウェーでセレッソ大阪と対戦します。